おや？わ、今の時代に浜の亀をいじめてない？昔話じゃないんだし。お姉さん、乾いてるじゃん。海に戻りなって。いやだ、まだここにいる。ん？様子がおかしいな。ほら、水、水あげるから。あ、優しくしないで。やめて。いじめてほしいんだけど。いじめてほしい？うん、重くて動かない。ああ、重いっつったか今、女に向かって。待って待って待って、そんなことで子供を怒らないでちょっと。子供たちは塾があるし帰るそうですけど。ちくしょう！うわ！何何？また、また子供に、いじめられることに、失敗してしまったじゃないか！いや、え？どうしていじめられたいんですか？知らないのかい？浦島太郎の一節。子供にいじめられてるところに、成人男性が遭遇するでしょ？そうですね。状況は似てるなとは思いましたけど。なのにどうして、子供にもいじめられず、遭遇するのもこんな小さな子犬なのよ。誰が子犬なのって、世間の成人男性ですよ。成人してますって。あら、そうなの？そうですよ。ちっちゃいのが嘘をつくんじゃない。嘘じゃないって。だからぶん殴りますよあなた。え、殴ってもらえるの？なんで嬉しそうなんですか。一千歩譲って成人としても、そんな小さい体でどう助けるのよ。小さい小さいって言わないでくださいよ。別に助けに来たわけじゃないでしょって。何よ、これじゃあ仕事が一向に終わらないじゃない。え、仕事？そう、子供にいじめられてるところを成人男性に助けられる。ああ、まさに浦島太郎みたいな。そして海に引きずり込むまでがワンセットよ。それは妖怪じゃん。話変わってきちゃったぞ。海にいそうな妖怪じゃんそれは。誰が妖怪よ。まだそんな呼ばれ方する年齢じゃないわ。年齢の話じゃないでしょ。仕事仕事って言ってるけど、本当は仕事とかじゃないんじゃないですか。ああ、海に引きずり込むとかもはや犯罪だし。犯罪って人聞きが悪いわね。仕事できてるのよ。竜宮城本店から依頼されて。竜宮城の本店？本店よ。なんか嫌だな。何がよ。なんか最後に本店ってつくだけで、なんかそういうお店みたいな響きに感じますね。はあ？なんだその脳みそファッションピンクだなてめえ。そんなことはないです。いや、人並みだと思いますけど。何が人並みよ、この変態が。いや、すいません。ごめんなさい、すいません。変態ならいじめなさいよ。だから嫌ですよ。だから何か取り柄つけてますけど、いじめられたいだけじゃないですか。そんなわけないでしょ。このうわ、私を何だと思ってるのよ。私は魔女じゃないわ。ベタベタするから。でも子供がいた時顔赤かったですよね。なちょっと嬉しそうでしたよね。そんなわけ。いじめられるのが目的でしょ。まあお仕事ならしょうがないです。ああ、そうだよ。私はいじめられるのが好きなド M の変態だよ。やっぱド M なんじゃん。態度のでかい魔女だな、おい。ちくしょう。何が悔しいんだよ。